さあ始まりましたこれですね、挑戦第1回目、リーゴー。3回目だよね。さあちゃん、どうですか。ほら見た見た、64倍だよ。すごいね、初めて見たね、俺のこの動画でね。見たね、え、見たね、刮目したね。刮目したね。ほら、何度やってもこれ64倍。海洋圏でもここまで行かなかったねさあここですけども、闇は作らないようにしましょうね。じゃあ今回ね、今回っていうか今ね、さ今ね初めてやりますけども今回ね、今回レッツ闇は作らないよ。あ、でも闇作りました、ね、作りましたね大丈夫です、大丈夫、大丈夫です。うん、後からの後乗せサクサクですからねはい、楽ちんだな、サクサクですからね、うん、いいコメント。さあ、お、海賊じゃないですか。海賊だろう、よいしょ。うわ、全てにおいて遠いな、これなんだこれ。レッツゴー。全てにおいて遠い。ん、なんかずれちゃった。やめて、来るから。おお、マジか、来るよ。あ、でもでもまあ2ターンありますから、あと2ターンね。ちょっとぐらい楽しませてくれよ、うん、ちょっとぐらい。そう、光がないな、これ。ただですね、この子は、ずっと暗闇やってきますね。ずっと暗闇、うん、大丈夫、全然暗闇とか全然興味ないし。興味あるないなんですね。そうですね、僕も興味ないとかからないな。あれ、おお、すごい光がないと羽のけるんじゃない。デブチョコボが、あ、来ない。左目がうずいた。お、デブチョコ使いませんよ、私。いきますよ、このまま。はい、いきましょう、レッツゴー抜けたな、これは。い、来ました、来ましたね。計算してるか、ブラッシュアンサー。さすがです、知ってます。何の計算もしてますさあ行きましょう。信玄、うん、うん、あ、でも楽そう、楽そう、うん、俺もなんとなくいける気がする。レッツゴー。気持ちいいですね、うん、気持ちいいね。抜けてしまう、ワンパンなんですよ結局は、うん、ちびっ子たちが、ちびっ子たちもうどうしたんですか、勘弁してくださいよなんでですか、初見ですよね。ねえそうですよ、初見だからこそ、うん、なるほど、ね、初見だからこそ。赤と光、うん、うん、まあ整地しましたので。なるほど、赤がないですね。危ない、整地、ちゃんの方は痛いんでね。整地したんだから。あ、整地したんすか。整地しましたので、うん、なるほど。
水が。惜しい。しかも次色ある超楽。あ、でも抜けちゃった。そう、整地したし。なるほど。あ、次の色も感じていただければね。おお、これは難しそうだな。初めて見るから本当だ。2回ぐらいはここで死にそうな感がありますね。2回ぐらいあるけどね、ちょっとやられませんよ。同じミスはしない。で、次同じミス。何のシャッターもだよ。よっしゃ、およっしゃ、おし、休館場、休館場、みんな、みんな3度目の正直。わあ、よっしゃ、一発で抜けた。よかった、よかった。1回ででも実はこっからが本番なんですけどね。何こっからが本番なんですよ。こっからだとこのダンジョンは。はい、いけるでしょ。でもいきますよ、もう。はい、とりあえず今5色あるので5色組めば両脇は抜けると思います。真ん中ヘビーメタルドラゴンがきつい。そうですね、よいしょ。レッツー。マチも、マチも入って、怖い。惜しい、惜しい。あと3段。でも比較的3ターンは猶予ある方なんで、うんうん、6あります。6色もありますね。たまに2ターンとかで出てくるんですよ。これ6色だったらもうやっつけちゃう。 6色でいけると思います。じゃあいきましょう。レッツ落ち着いて、落ち着いて、おう、水が、水が、水、うん、あ、ずらせばよかったな、光。そうですね、落としが。でもおぉ、よかった。すごい、きた。最後、あー、2ターン。6コンボしないと地獄行きですよ。 6コンボお願いします。あ、6コンボ、色は6色組めば6コンボです。色あるね。あります。離れてんね。ねって、はい。火がね、火と水、火と水と木も、木はまだ、はい、木はまあそうですね、右の方で簡単に。右の水ドロップを持った方がいいかもしれないですね。いや、ちょっと待って。僕の個人的な、いや、俺左の木。うん、でも確かに自分でね、見えたルートがいいね。自分で失敗したもんね、何も言えないから。失敗って決めないの。9秒パズルね。はい、いけるよ、いける気がするな俺は。ちなみにこれ2ターンで HP 半分以下にしないとそれもダメなんですよ。これでも一発でいけるんでしょ。一発は多分いけると思います。あ、ちょっと待ってください。 HP30?30? 無理っす。一発は無理。防御力が1000万。一発は無理。一発はきついですね。570万出さないといけないんで。これ、こっち、こっち、よほどの光のコンボがなければ落ちてくる気がするし、行きましょう。レッツー、いきます、レッツ。しかもね、闇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 、でも6本もいきました。おーし、いったでしょ。どう減るね。そう、32だから HP が今8秒パルスするで、もう1回6コンボ。あ、いけるね、それは。
さっきより簡単じゃないのか。いや、ああ盤面はそうですね。そう。うん。レッツゴー。ダメ。あ、ダメ。あ、うん、うん、ダメ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 、オッケーです、大丈夫です。いける？おぉ！勝ったんじゃない？惜しい。でももう、皆さん。さて、行きますよ。ここも。ある。ある。あ、ある。6色決めていただきたいです、ね。うん。でも、いいですか？使っていいですか？あ、使っても大丈夫です。これで、超余裕でいけますので、皆さん。行きましょう、うん、サンライトクラウン発動。さあ、もうね、勝ちましたよ。しゃあ、じゃあゆっくりゆったり、はい、行きたいと思いますんで、着実に着実丁寧、はい、ただこれは最後のボスではないですよ。あ、行っちゃった。あ、え、これ最後じゃないの？私はあと一回変身します。これ最後じゃねえじゃないか。最後じゃないですけど、別にサンライトクラウンは一つ使っても大丈夫です。あの覚醒月読みも、うん、もう一つラードラム残ってるんで、うんうん、おい、はめようとしたな、うんうん、娘面白いかなと思って。娘動画的にはね。よっしゃー、はい、変身しますのがいいかなと思って。確かに。行きましょう、レッツ。分かってなかったです。いや、いいんだよ、しのぶくんは丁寧優しい。いいんだよ、うん、俺は何でもできるんだ。火あとは水ですね。あ、木が木が、おぉ、使っといてよかったね。俺は使うんですよ。ほらほら、もうこれねえ、完璧ですよ。ちょっとギュッとした。やりますね、本気でいきましょう。フリーザ様見てたのこいつ。これ、これか。あ、ここからが本番だ。続けるぞ。キングオブゼロで、ここでイシストを使ってください。痛いの？ガンって。よいしょ、クイックガードで、これで6色で盤面は OK。 6色、うん、はい。一発では無理。一発はきついですね。 75% なので、うん、大体多分今あの換算すると多分1000万近く火力、1000万以上火力出さないと倒せないです。じゃあ使っていい？はい、使っても大丈夫ですね。行きましょう、なんちゃらの世界。なんちゃらの世界。もうこれも時間がいっぱいありますので、うんうんうん、ゆっくりサマーバケーションパズルしましょうかね。おぉ、レッツ持つのは君だ。レッツ止まれ。なんか全部光ってて見にくいですね。強くなったから。強くなったからね。よく考えてちゃんとルート自分の中で決めてから言いましょう。いや、大丈夫、何でもいけるよ。マジで？うん、すごい。出たとこ勝負できるじゃん。レッツ、うん、おう。なんか足んない？緑、光、光、光、きっと光です。あ、なんか足んない？大丈夫、水も入れる？うっす。あ、そっか、怖かった。長いんだ。何秒あると思ってんの？今のでミスったらどうしようと思って。ミスんないよ。はい、ここからが、ここでワンパンしに行きたいですね、はい。今ので、はい、あれだ、ガードをやってたから、はい、そのおかげで一ターンの攻撃を防いだってこと。そうです、あのリターントゥーゼロっていう。すごいね、リターントゥーゼロ。はあ、頑張れ頑張れ。色、色は、ありますね。うん、これなんか使いましょうか。そうですね、ラードロ、ラードロ使いますか、はい。そしたら抜ける？四つ消し入れれば抜けると思います。四つ消し入れたら抜ける、はい。ちょ、じゃあこちらだ、こちら、落ち着け。サンライトクラウン、よし、四つ消し、四つ消しね、うんうん、
意識はするけどできなかったら、うん、ワイキョこれかな。時間がいっぱいあるからな。うん、そうですね、14秒14秒です。さ、ゴブ様もう大丈夫だよ、ゆっくりで。うん、そうなんだよ。すごいね。時間かけてよ。いきましょう。レッツー。いや、ダメだダメだ緊張感。いや、14秒もあればできるっしょ、バカでもこれほら。いや、でもテンパると結構ミスったりあるんですよ。あの、行く色何から行ってって決めてった方がいいだろう。余計に従おう。なので、もしこれで色決まってたら行ってっていうのがあったら、はい、あの、行ってきます。それいつも私とさゆりのやり方です、うん、もう大丈夫、全部、全部、全部言ってくださいいや、何色から揃えていくのかなと思って。黄色からいきます。はい、黄色付けしからの4つからいきます。レッツどう。黄色4つ、うん、赤、水時間はある。木でもトントンする余裕があってすごい。勝てた。1回で勝てた。3回ね。3回ね。でもすごい、うん、おめでとう。おめでとうございます。すごい。しかも収録の緊張でできるのがすごいね。うん、私家でやった時にも緊張したのに。すごく。でもね、やっぱね、ラードラ、うん、最高強いよね。でもちょっとね、うん、ラードラーを普通の、今これはね、すごい接戦だったんだけど、うん、やっぱりね、ちょっとラードラーはね、撮影には向かないね。でもね、全部抜けちゃうから。でも失敗したら終わりだよ。失敗したら終わり、うん、緊張感がいいので、うん、まあ別に向かないわけではないと思いますよ。いや、私はこれすごくいい戦いだったと思います、うん、今回はね、うん、でもやっぱこのラードラーの本当の神の力っていうのはやっぱ、うん、僕は奥の手として取っておきたいから、ちょっと封印しますか。だからどんなに強いモンスターでもやっぱ1回負けて2回負けて3回目でね、うん、しっかりこう勝つっていう、やっぱモンスターよりもパズル力。そうです ね1回ホルスに戻そうえ、でも、うん、あの難しい男女だったらいくらでもありますから。そう、まずホルスで行って、うん、ダメだったらラーちゃん連れてくればいいんだ。ラードラちゃんをね兄貴、うん、兄貴頼みますわ。そういうスタイルで行こう。そうか、二重の構えで行くんですね。後ろの手が来た感じで。そういうね、そうそうそう。だから今6色パズルやってるから、この間本当にホルスやった時に4色が本当に楽になる。子供の遊び場みたいな感じ何でもできる、何でもできちゃう。なるほどね。そうですね、ちょっとそれもやりつつ頑張っていきたいと思います、うん、そして一つだけ願うとするならば、よきゅんがラードラ買いませんように、うん、よし、はい、ということで終わりました、うん、はいどうしよう、うん、ちょっと買わない。どっちでもいいよ、でもさあ、そんな感じですね、はい、まずは皆さんラードラあってもなくても楽しくできますのでね、はい、いろいろ楽しんでみてくださいね。ということで本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。そんなラードラはダメなのかね。いや、でも私ラードラ買ったところで6色絶対無理、5色でも今うまくいってないのに。いいですか、指いっぱいついてるやつを。そうやるいや、私も指いっぱいいますけど、本当に緊張感に勝てない、まだ。だからもうパズルの練習。オディドラ買って、オディドラ。ああ、でもいいって言ってた。しのぶくんオディドラは？僕は買ってないです。うん、だから買って。私何買ったらいいですか？オディドラか。まあ流れ的にネプドラ
流れ的にそが芝ドラですかね。 そこがね、このゲームマーケットやっぱさ、うん、持ち回りで担当性で別のやつを買った方がいいのかっていうさ、演者の悩みだよね。ラーが好きだけど、いいよラードラでいいよじゃん。でほら、うん、みんな違うパーティーを作った方が動画的には楽しいよねっていうお話で、うん、でも今違うあのポイントで買えるやつも来てますからね、うん、悩むからまだ保留。じゃあそれコメント書いてこれで OK! バイバイ